EX、解明の意味は我々が見つけた SCP、背景にある法則を見破って普通のものになったか、問題が完全になくなった、もはや SCP とは呼べないものが、普通の SCP と SCP、EX には大きく3つの違いがある。まずは、EX 指定。次に、取り扱い手順。EX には収容は必要なくなってるが、私が理由を知るため、古い取り扱い手順をまだ残しておく。おそらくは打ち消し線で削除されているだろう。最後に、記事の末尾に度のようにして通常の SCP から、EX になったのかが記されている。ブライト。アイテム番号 SCP-14JP EX。オブジェクトクラスエクスプレインド。特別収容プロトコル PDU 漂着イベント担当者は、SCP-14JP EX を確認した場合は警視庁公安部特事課課に対処を依頼してください。SCP-14JP EX 及び SCP-14JP アルファに関する情報については公安部特事課課との協定により定期的に情報交換が実施されます。SCP-14JP EX はその詳細が判明する以前は PDU 漂着イベントにおける漂着者と同一の取り扱いがなされていました。そのため以前の収容プロトコルも PDU 漂着イベント対処収容プロトコルと同一です。PDU 漂着イベント対処収容プロトコル概略別世界からの漂着者と見られる人間を発見した場合、精神鑑定を実施し虚言、精神疾患の可能性を排除してください。漂着者と認められた場合、異常性について調査を実施した上で、異常性に応じて通常の人がタスキップと同様の取り扱いを行います。漂着により異常性を失った場合はニュートラライズドオブジェクトとして取り扱われます。財団に対して敵対的である場合は薬物、物理的手段を用いて鎮静化処理を実施してください。説明 SCP-14JP EX は PDU 漂着イベントにおける別世界からの漂着者と酷似した状況にある非異常性オブジェクトを指します。当初発見された SCP-14JP EX-1 は当初、漂着者、として調査が実施されました。しかし SCP-14JP EX-1 が特殊な状況において養育されたことが発覚し、その養育者、以下 SCP-14JP EX-A についても事実確認のため財団と公安部特事課課との共同調査がなされ、異常性が存在しないことを確認されました。調査の結果類似の事案の発生が予想されたこと、及びその状況の特殊さから当該案件についてエクスプレインド指定がなされました。SCP-14JP EX は異常性が存在しないため、財団においては当該案件の対処は行わず、外部団体である警視庁公安部特事課課に調査を依頼しています。SCP-14JP EX-A に類する個人、あるいは団体については2010年現在、警視庁公安部特事課課が主体となり、財団は捜査と情報収集に協力する形で調査が行われています。その発端と考えられる人物、SCP-14JP EX-α について異常性が示唆された場合は財団主導での調査が実施される予定であるため、財団において当該報告書を保管、保全しています。なお、PDU 漂着イベントへの対処に支障を期さないために SCP-14JP EX の存在は公にはされず、当人の処遇や養育者の処罰については公安部特事課課に処理を依頼しています。2010年現在 SCP-14JP EX は計4例発見されています。SCP-14JP EX のオブジェクト振り分けの経緯を以下に述べます。SCP-14JP EX-1 は10代と見られる高加ソイド系の女児です。2000年、東京都の路上にて身元不明で国籍不明のコスプレイヤーとおぼしき女児が発見されたとの情報に興味を抱いた財団エージェントが SCP-14JP EX-1 に接触し、調査を実施しました。発見時 SCP-14JP EX-1 は時折ドイツ語が入り混じった意味不明の言語を話していたため、
当初統合失調症等の精神疾患の疑いを持たれましたが、着用している衣服及び所持していた杖がいずれも非常に精巧に作られていたことを不審に感じた財団エージェントにより一時的に収容されました。財団において言語を用いない精神鑑定を行ったところ精神疾患や虚言の兆候は見られませんでした。SCP-14JP-EX-1 が発する言語の解析は難航しましたが、最終的にはエスペラント語の文法をベースとして十数カ国の言語に用いられる単語を組み合わせた言語を用いていることが判明しました。なお、各単語の意味については元となった言語と異なる場合が存在し、SCP-14JP-EX-1 はその際については認識していなかったことが判明しています。以下のインタビューログは解析した言語を自動翻訳していますが、実際の意味と異なると見られる文章については原文そのままを記載しています。インタビューログ 14JP-EX-1 日付2000年月日博士翻訳機作動開始。こんにちは、あなたのことを聞かせてもらえないでしょうか。SCP-14JP-EX-1 私に対する無礼な扱いは許そう。私のいたところがどこか知るために質問に答える。博士あなたはどこから来たのですか？ SCP-14JP-EX-1 私は、王国、第一王女だ。私の王国以外に国はない。むしろここがどこか知りたい。別の世界のようだが。博士王国とはどういったところですか？ SCP-14JP-EX-1 王国は王国だ。両親である国王と女王の下で5人の家臣と20人の召使いが生活していた。博士広さはどれくらいでしょうか？ SCP-14JP-EX-1 この世で最も広い、と教えられてきたが、正直なところこちらの世界の方が広い。どういうことだ？博士質問に答えてください。SCP-14JP-EX-1 やあ、広さは10万ドミニオだな。博士どうして外の世界に来たのですか？ SCP-14JP-EX-1 わからない、わからないんだ。皆が狂ったように笑った後気がついたらあそこに立っていた。博士笑った後、とは？ SCP-14JP-EX-1 意味がわからない、なんなんだ、面白かったよ、笑える、君のその顔が見たかった、だと。なんなんだ。博士どうしました？その後、SCP-14JP-EX-1 は不明瞭なつぶやきを繰り返したためインタビュー配置時中止されました。インタビューログ 14JP-EX-2 日付200年月日鎮静剤を投与した上で再度インタビューを試みました。博士大丈夫ですか？問題なければインタビューを再開します。SCP-14JP-EX-1 やあ、大丈夫だ。博士あなたの王国とはどういうところでしたか？ SCP-14JP-EX-1 荒れ果てた大地の中に立つ唯一の王国、と聞いていた。周りは過去の魔法大戦で荒廃してしまった。博士魔法ですか？どういったものでしたか？ SCP-14JP-EX-1 食物を生み出したり、敵を攻撃したりだな。私は炎を司る魔法の使い手だ。博士あなたも魔法を使えたんですか？ SCP-14JP-EX-1 当然だ。私は王国第一王女だからな。来たるべき時のために毎日のように研鑽に励んでいた。インタビューの中で SCP-14JP-EX-1 が魔法を使用できるということを供述したため、異常性確認のための実験が行われました。実験記録 14JP-EX-1SCP-14JP-EX-1 に魔法を使用させる。SCP-14JP-EX-1 は道具として所持していた義杖と魔法陣を描くための筆記具を要求した。SCP-14JP-EX-1 少し時間がかかる。火を司る神への神言を周囲に描き、中心部には炎を表す紋章を描く必要がある。描いたのは久々だが、博士いつもは描いていなかったんですか？ SCP-14JP-EX-1 練習場にすでに描かれたものがあり、そこでいつも練習していたからな。まあ問題ないだろう。SCP-14JP-EX-1
EX、一大丈夫。いつもやってきたことだ。何も問題ないはずだ。約2時間後、魔法陣が完成した。SCP-14JP-EX、一準備ができた。初めても良いだろうか。博士よろしくお願いします。SCP-14JP-EX、一では始めよう。火と炎を司る我が友よ。今一度我に力を貸してほしい。その聖なる火をもって敵を打ち砕け。マインレベンワーシンロス。魔法陣には何も生じなかった。SCP-14JP-EX、一おかしい、どうして。いつもはあんなにうまくいっていたのに、マインレベンワーシンロス、マインレベンワーシンロス。博士、あなたはその文章の意味を理解していますか？ SCP-14JP-EX、一炎を生じさせる呪文だ。呪文なんだ。博士わかりました。実験を終了します。その後、他の呪文について聴取を行った結果、私は愚かな犬、私はただの人間、といった意味のドイツ語であり、いずれもその意味を理解していないことがわかりました。テキストを閉じる、インタビューログ 14JP-EX3、日付200年、月、日。王国での生活についての詳細についてインタビューを行った。実験以降精神的に不安定となっており、反抗的な様子は見られません。博士王国での生活はどのようなものでしたか？ SCP-14JP-EX1 杯、私は王女でした。それに間違いはありません。博士生まれた時からそのようにして育てられていたんですね。SCP-14JP-EX1 杯、その通りです。両親や使用人から愛されて育ったと思います。博士王国を離れた状況について教えてください。SCP-14JP-EX1 私の14歳の誕生会の時です。久々に王国内のすべての人間が城に揃い、私の誕生日を祝福してくれました。両親が、今日はあなたのために最大のサプライズを用意した、と言い、皆が微笑みながら何か準備を始めたところまでははっきりと覚えています。博士その後、どうなったんですか？ SCP-14JP-EX1 おそらくそこから先は私は夢を見ていたのだと思います。あんなことがあるはずもない。博士夢の内容について教えてください。SCP-14JP-EX1 あれは夢です。夢なんですよ。博士もう一度言います。教えてください。SCP-14JP-EX1 は、はい。何か仕掛けを作動させた途端に城がパタンと倒れました。城はただの板でした。私がうろたえているとその瞬間全員が一斉に笑い出しました。そして皆が、声を揃えて、揃えて。博士何と言ったんですか？ SCP-14JP-EX1、ドッキリ大成功、と、そして私の顔を指さして皆がゲラゲラと笑い出して、あれは夢です。夢に決まっています。その後、SCP-14JP-EX1 は泣き出し、インタビューは中断された。インタビューの後 SCP-14JP-EX1 の脳活動を精査した結果、SCP-14JP-EX1 に記憶の改ざんや虚偽の発言をしている形跡はなく、SCP-14JP-EX1 の発言は全て事実であったと考えられます。インタビューを受けて、SCP-14JP-EX-A についての調査が実施されました。この際、異常性物品が関与している可能性が高くないと見積もられため、警視庁公安部特事課課と合同で捜査が実施されました。6. 共同捜査の結果、県の廃遊園地跡とされていた土地において SCP-14JP-EX-1 の供述に合致した施設が発見されました。感度計測器を含む計測機器により現実性改変の可能性について調査が行われましたが、いかなる現実改変の痕跡も見受けられませんでした。また、SCP-14JP-EX1 が魔法の練習場所としていた箇所を調査したところ特撮に用いられる火炎の発射機構が発見されました。さらに、廃遊園地の存在していた土地の持ち主の調査を行ったところ、SCP-14JP-EX1 の養育者、SCP-14JP-EX-A
と見られる人物の存在が浮上しました。SCP-14JP-EX-A は資産家として知られています。警視庁公安部特事課によって身柄を拘束し、尋問を実施しました。インタビューログ 14JP-4、日付200年、月、日。SCP-14JP-EX-A 一体何の権限があって私をこんなところに閉じ込めているんだね。君たちは警察か？なら早く弁護士を呼んでくれ。尋問官、SCP-14JP-EX-1 の写真を見せる、この子のことを知っていますね。SCP-14JP-EX-A ふん、いや全く知らないね。なんだこの子は、バカなんじゃないかこんな格好して。尋問官、SCP-14JP-EX-A に、編集済み、しながら、この子のことを知っていますね。SCP-14JP-EX-A おい、お前何やってんだ、痛い、やめろ、法廷で告発するぞ、私には政府とのパイプも。尋問官、SCP-14JP-EX-A の、編集済み、を、編集済み、した、もう一度だけ聞きます。この子のことを知っていますね。SCP-14JP-EX-A ひ、話す、話すから止めてくれ、知ってる、知ってるよ、私が育てたんだ。尋問官どうしてあんなことをしたんですか？答えてください、答えないとどうなるかおわかりですね。SCP-14JP-EX-A 仲間内で面白いことをしようといろいろ話してたんだが、ある日新しく入ってきた奴が人間を、飼育、したら面白いんじゃないかと提案したんだ。そしてその飼育した人間に今まで飼育していたことをバラすとどんな顔をするか、とね。面白いことに飢えていた私たちはそれに飛びついたわけだ。本当にすごいこと考える奴がいるもんだと感心したよ。尋問官10年以上もそんなことをしていたんですか？そんなことのために。SCP-14JP-EX-A 商売柄今まで人が嘆き苦しみ絶望する姿を多く見ていたが、純粋な子供が絶望する姿を見るのが最も面白かったんだ。そして最高のお膳立てをしてその顔を見られた。大変だったがその苦労に飽きらうだけの価値はあったと思うよ。尋問官そうですか。他にも同じようなことをしている人がいるわけですね。名前を教えてください。SCP-14JP-EX-A いや、名前も何もわからないんだ。これは本当だ。お互いバレた時に迷惑をかけないように身分は明かさなかった。でも提案したそいつを含めて5人くらいは賛同したはずだ。尋問官どうして街中で解放したんですか？証拠が残るかもしれないのに。SCP-14JP-EX-A 私に繋がる証拠は全て隠蔽した。所持品からも足がつかないようにしたし、あんなデタラメの言葉で人に我がを話せるはずもないしな。むしろお前らどうやって私まで行き着いたんだ。解放、いや、放流、したのはそうした方が滑稽で面白いと思ったからだ。必死になって、魔法、を使おうとするところを想像するだけで心が躍った。ところで私は何の罪に問われるんだ。児童虐待か何かにしかならんだろう。とっとと警察にでも引き渡してくれ。尋問官あなたの処遇についてはこちらでも検討します。これでインタビューを終了します。SCP-14JP-EX-A 及びその使用人に対して記憶の照会と家宅調査を実施した結果、異常性物品は発見されませんでした。また、PDU 漂着イベントの存在を認識していた可能性についても調査が行われましたが、SCP-14JP-EX-A は存在を認識していないことが判明しました。以後の SCP-14JP-A の処遇については財団と公安部特事課とで協議が実施されました。当初法律に則って処罰、処分を実施する予定でしたが、当該事象を公にした場合、PDU 漂着イベントへの対処に支障が生じる可能性が財団から指摘されました。また同時に公安部特事課においても、事件発覚に伴い飼育された人間が処分される可能性が否定できないと指摘されたことから当該案件については公安部特事課において秘密裏に処分されることが決定しました。SCP-14JP-EX-A
兵のその後の処分については添付文書、公安部特事課可否特案件14、1を参照してください。SCP-14JP-EX A の供述から SCP-14JP-EX を引き起こしている人物が他にも存在することが明らかとなり、同時に異常性が発見される可能性が低いと判断されたため SCP-14JP-EX-Plained オブジェクトに振り分けられ、以後の主な捜査を警視庁公安部特事課課に委託しています。なお、発見された被害者に対しては公安部特事課課の所管となり、現実復帰プロトコルを適用して社会復帰を促しています。2000年現在発覚している SCP-14JP-EX は以下の通りです。オブジェクトナンバー、発見時の状態、その後の動向、SCP-14JP-EX、1、10代前半の女児、前述した通りドレスを着用し儀仗を所持した状態で東京都、区にて発見、養育者確保済み、財団施設にて保護、SCP-14JP-EX、A が確保されるまで財団施設で養育、現実復帰プロトコルの実施後財団職員として雇用され、2010年現在フィールドエージェントとして勤務中。SCP-14JP-EX-2、10代前半の男児、青銅製の鎧を着用し、青銅製の西洋剣を所持した状態で東京都、区にて発見、養育者確保済み。現実復帰プロトコルを実施、後に里親に引き取られたとのこと。SCP-14JP-EX-3、10代前半の女児、顔を含む全身に呪術的な文様の入れ墨が施された状態で埼玉県、市にて発見、文様に呪術的意味は確認できず、養育者確保済み。現実復帰プロトコル及び入れ墨の除去手術を実施、後に里親に引き取られたとのこと。SCP-14JP-EX-4、10代後半の男性、長野県、市の資産家を家宅捜索し発見。養育者の供述ではサイコキネシスを持つ超能力者として育てたとのこと。本人に異常性は確認できず。養育者確保済み。警察病院にて療養中。ほい最初に SCP-14JP-EX の実施を強化した人物、SCP-14JP-EX-α については、日本において年間100件程度発生している PDU 漂流イベントの存在を把握していた可能性が否定できないことから、財団でも公安部特事課課の捜査情報についてその蓄積と整理を実施しています。